クラブのママやめてくれない？子供作りたいし、やめたら結婚生活は贅沢させてあげるから。あら、コージさん、クラブのママは私の転職なんですよ。それにやっとお店も軌道に乗ってきたところだから、やめるわけにはいかないわ。そんなのやだよ。チョコママがいろんなやつに愛想を振りまいているのを見たくないんだ。そんなこと言わないで、コージさん。バガママはダメよ。それより今日もお店にいらっしゃるんですか？行くよ。だってママに会いたいもんね。まあ嬉しいわ。私もコージさんに会えるの楽しみです。ねえ、今日は18時半には仕事終わるから、僕と同伴しよう。美味しいご飯食べに行こう。お寿司とかどう？お寿司いいですね。でも今日は酒屋さんがお店に来るのでちょっと無理かな。ちょっとだけでも無理？チョコママと一緒にいたいよ。寂しいんだもん、そんなわがまま言わないでね。そんなのやだよ。じゃあ19時までなら30分でもいい？30分じゃチョコママ酔えないよね。あら、お店の前に私を酔わせるつもりですか？だって酔ったチョコママって色っぽくて素敵なんだもん。そうですか？本当はさ、店の前に、あ、こんなこと言うとチョコママに嫌われちゃうね。コージさん、ダメよ。そういうお店じゃないっていつも言ってるよね。いいじゃない、だって僕は常連なんだぞ。それでもダメだって。僕とチョコママは特別だもん。そうだ、この間の仕事契約うまくいったよ。おめでとうございます。よかったですね。僕頑張ったもんね。コージさん、さすがですね。チョコママのおかげ。あら、私は何にも。ママのお店で接待すると必ずうまくいくんだよね。ありがとうございます。きっとお店の女の子たちも頑張ってくれているからですね。来週も取引先を連れてママのお店に行くからね。お待ちしていますね。でも本当はママを誰にも会わせたくないんだよ。僕だけのママにしたい。またわがまま言っちゃ嫌ですよ、コージさん。今日は一緒に美味しいお寿司食べましょうね。それで勘弁ね。仕方ないな。今回はそれで許してあげるよ。その代わり次はアフターね。うちのお店はアフターはしていないんですよ。前にも言いましたよね。それは表向きでしょ。本当はそんなことないよね。ダメ。じゃあママのお家に行きたい。私の家？きっとママのお家素敵だよね。そこで二人きりで。ダメです。お願い、お店の常連だぞ。もう1年も通ってんだからいいじゃないか、ちょっとぐらいさ。だからダメ。ねえ、部屋に行っても何もしないから、チョコママの生まれたまんまの姿を見せてくれるだけでいい。ねね、いいよね。そんなこと言うとめだぞ。コージくんのこと嫌いになっちゃうからね。やだやだ、嫌いにならないで。じゃあそういうこと言わない？わかった、ママに嫌われたくないから僕我慢するよ。お願いね。私はチョコ、クラブパピヨンのママをやっています。年齢は秘密。3年前にお店を任された雇われママですが、私なりに工夫をしてお客様がくつろげる空間と心からの接待をしてきた甲斐があり、今では多くの常連さんが来てくださるお店となりました。お仕事の接待などでもお店を利用してくださる方も多く、お客様にはとても感謝しております。ただ LINE のお相手コージさんだけは別。お店で女の子たちがお客さんとして優しくしてあげてるだけなのに、自分に好意があると思い込んでいるようなのです。しょっちゅうお店に来ていただけるのはありがたいのですが、しかもお支払いは大抵会社の経費で落とされていくのです。そしてここ最近は私が彼を好きだと勝手に思い込み、だんだんとしつこくなってきていて、正直困っているのです。そしてその後もコージさんはさらにエスカレートしていったのです。数週間後。チョコママ、6月に予約したからね。え、何のことですか？セレブビラチャペルの鎮守の間だよ。一番広い部屋じゃないけど40人は呼べるからいいよね。はい。やっぱり結婚式はジュンブライドだもんね。ウェディングドレス姿のチョコママ素敵だろうな。あの、結婚式って？あ、一緒に式場を決めたかったかな、ごめんね。でもね、ゼゼシーで一番人気の式場だからいいかなって。いいかなって、よくない。そっか、和風が良かった。だったらそっちを探すよ。探さなくていいです。そう、じゃあセレブホテルで決まりね。いえ、そうじゃなくて。両家の顔合わせはいつがいい？うちのパパとママはいつでもいいって。パパとママ？チョコママの話をしたらもう大喜び。
本当は水商売なんか許さないけど、チョコママならいいってさ。よかったね。でもさ、やっぱり結婚したらお店辞めてよ。パパもママも嫁がそんな仕事してるなんてみっともないからダメだって。あの、コウジさん、子供もすぐに欲しいね。最初は女の子がいいな。チョコママにそっくりの可愛い子。それで次は男の子だね。やっぱり後取りは必要だからさ。コウジさん、ちょっと。あ、住むところは心配しなくていいからね。パパもママもすぐに同居しようって言ってくれたんだ。綺麗な部屋がいるだろうからリフォームもしてくれるってさ。あの、コウジさん、新婚旅行はどこがいい？僕はチョコママとハワイに行きたいな。水着姿見れるでしょ。でも行きたいところがあれば行ってね。新婚旅行で夢見ていた場所とかきっとあるよね。ちょっと待ってください。いつ私たちが結婚することになったんですか？え、するでしょ。そんな約束した覚えはありませんけど。ああ、そっか、指輪がまだだもんね。今夜お店に行った時にサプライズでエンゲージリングを渡すつもりだったんだ。つい嬉しくて先に全部話しちゃったよ。ごめんね。ごめんねじゃなくて、やっぱチョコママも女の子だもんね。大丈夫、今日チョコママの前でちゃんとひざまずいてプロポーズしてあげる。そうしたらチョコママは涙を流して喜ぶんだよ。いいね。もうなんと言ったらいいか、言葉にもならないくらいに嬉しいんだろう。わかるよ、僕も最高にハッピーだもんね。あの、私はコウジさんと結婚なんかしませんよ。やだな、照れちゃって。大丈夫、チョコママのパパとママにも挨拶に行くしさ。明後日はどう？お店休みだもんね。ちょっと話を聞いてください。なになに、チョコママの希望は何でも聞いちゃうよ。ですから、私とコウジさんとの結婚は絶対にありえません。は、何言ってんの？あんたはただの客です。なんでこうなるんですか？何言ってんだよ。だって僕が行くと必ずチョコママが僕の席に来るじゃないか。僕が好きだからだろ。違います、他の女の子があなたの席に着くのを嫌がるからです。はい、すぐに女の子に触ろうとするじゃないですか。いくらうちの店はそういう店じゃないと言っても聞かないし、だから仕方なく私が接客をしているだけです。なんで、どうしてそんなことを言うの？僕が勝手に式場を決めたことそんなに嫌だった？そういう話以前のことです。あなたとは結婚しないってば。はあ、なんだよ、それじゃ僕を騙してたのか？騙すも何も、勝手に暴走しただけですよね。もうパパとママに話したんだぞ。パパなんか親戚中に連絡してリフォームの契約までしたんだぞ。どうしてくれるんだよ。どうするも何も、自分で勝手にやったことですよね。結婚式場にだって手付金の30万も今日払ったのに。今すぐ取り消してください。こんなの絶対に許さないからな。結婚詐欺で訴えてやる。私は結婚詐欺なんかしていません。あなたの勘違いです。前に LINE で結婚の話を出しても否定しなかったじゃないか。それは冗談だと思っていたからです。否定をしなかったってことは承認したことだよな。今すぐ弁護士を探して慰謝料の請求をするからな。どうしてそうなるんですか？それにその店を潰してやる。え？会社でチョコママが結婚詐欺をしたとみんなに言いふらしてやる。ネットにも書き込んでやるからな。俺の会社で利用してるやつとかが多そうだし、きっと誰も店に来なくなるぞ。そんなことやめてください。俺は絶対にやる。何が何でも店は潰すぞ。そんな、ちょっと待ってください。コウジさん、お願い、ちゃんと話を聞いて。1週間後。チョコママ、そろそろ謝る気になったかな。コウジ、会社中にママが僕にしたこと話しちゃったからね。会社で誰もママの店を使わなくなったでしょ。ネットでも炎上してるし、このままだとお店潰れちゃうよ。でもちゃんと僕に謝ってくれれば、またみんながお店に行くようにしてあげる。あの、謝りませんけど。またまた、チョコママのそういう気の強いところも好きなんだよな。きっとチョコママはそう言うと思った。そう思ったんなら、なんで連絡をしてくるんですか？気の強いチョコママから謝ることできないだろうから、僕から会いに行ってあげる。今から行くね。今日は休日なのでお店はお休みです。店じゃないよ、チョコママのお家。は？今ね、ママのマンションの前にいるよ。何言ってるんですか？私の家を知っているわけないでしょ。それが知ってるんだよね。ウーパーマンション1203号室。どうしてそれを？調べるの大変だったんだよ。チョコママの家を突き止めるために毎日お店の前で待ち伏せして後をつけてさ。嘘、気づかなかった。チョコママにバレないように変装してたもんね。
でもこのマンションのエントランスは勝手に入れませんから無駄です。え、もう他の人の後について入ったよ。もうすぐ家の前に着くからね。やめて、家に来ないで。そうはいかないよ。チョコママに2秒ついて謝ってもらわないと僕の気が済まないんだ。そうしたら結婚してあげるからね。あなたと結婚なんかしない。そんなの認めない。パパもママも僕の結婚式を楽しみにしているんだぞ。いい加減にして。何度言ったらわかるのよ、このクズ変態。未来の旦那様に向かってなんてことを言うんだ。お仕置きしちゃうぞ。いいのかな。さあ、家の前に着いたよ。ブザーを鳴らすのやめてください。チョーコ、ダーリンが君を待っているから玄関を開けて。さあ早く。ふざけんな、この変態クソ野郎。え、いつまでも調子に乗ってんじゃねえ。玄関を開けるわけないだろ。なに、急にどうしちゃったの。チョコママ怖いよ。人がおとなしくしていれば調子に乗りやがって。せっかくこれまで猫かぶっていたのに剥がれ落ちたじゃないかよ。え、どういうこと。優しいチョコママはどこ。これが私の字だよ。元ヤンキー総長カピバラのチョコ様だ。そんな、こんな怖い人、僕の大好きなチョコママじゃない。知るかそんなの。だいたい誰がお前なんかと結婚すると言った。言ってねえだろ。だって僕にいつも優しくしてくれたじゃないか。僕が好きだからでしょ。お前のような気色の悪いやつを好きなわけねえだろ。お前はただの客。こないだもそう言ったよな。そんな、私は店に来る客みんなに優しいんだよ。お前だけ特別扱いなんかしてないからな。じゃあ結婚はするわけないだろ、このうすらとんかち。そんな、第一私は結婚してるんだよ。え、嘘だ。嘘じゃねえよ。だから結婚なんかできません。相手は誰なんだよ。私のダーリンはお前もよく知っているやつだ。僕が知っている人。お前の会社の正木社長だよ。え、クラブパピオンはダーリンがオーナーなんだよ。会社の接待とかにも使える良心的な場所が欲しいからって店を作って私に任せてくれているんだよ。そんな、だからあんたがいくら私の店の悪口を会社で言おうが無駄。会社はこの店を使い続けるんだよ。ネットでいくら炎上したっていつも来てくれているお客様は私を信じていてくれるしね。せっかくみんなが行かないようにしてチョコママを僕のものにしようと思ったのに。あのな、会社でそんなこと言いふらして逆に自分が白い目で見られていることに気がつかないのか。だってみんなかわいそうって言ってくれたよ。それはクビになりそうなお前をあれんでただけだろ。クビ、僕が。だってダーリンはあんたがやったことをすでに全部知っているからな。社長がそんな、クビなんて嫌だ。しかもクビだけで済ませてやろうとしてたのに家にまで押しかけてくるとはね。え、どういうこと。今日は休日でしょ。ダーリンも一緒なんだよね。え、社長いるの。さっきから私の隣で激おこぷんぷん丸。まずい。絶対に許さないって警察呼んじゃった。そんな、僕どうなるの。もうすぐ警察の人が来るからね。おとなしく捕まった方がいいよ。警察なんか嫌だ。不法侵入と営業妨害とあと脅迫とかになるのかな。ダーリンが敏腕弁護士頼んでコウジさんのことを絶対に檻にぶち込んでやるって。ごめんなさい、許してください。僕はただチョコママが好きだっただけなんだ。私はあんたなんか大嫌い。檻に入ってきっちり反省しろ、このクソ親父。じゃあね。チョコママ、僕を嫌わないでよ。もう十分反省したからね、許して。後日談。コウジさんは警察に捕まり檻の中へ。ダーリンの宣言通り敏腕弁護士がコウジを当分檻から出られないようにしてくれました。さらに慰謝料の請求もしています。もちろん会社もクビ。檻の外に出られたとしても仕事を見つけるのは難しいでしょうね。ちゃんと慰謝料を払ってもらえるといいのですけど、私は万が一を考えて家も特定できないようにダーリンの提案で引っ越しをしました。これでもう一安心です。これからも大好きなダーリンのお仕事がうまくいくようにお店を頑張っていきますね。あなたもよろしかったらぜひクラブパピオンにお越しください。心を込めておもてなしをさせていただきますね。あなたのお越しを心よりお待ちしております。クラブパピオン、チョーコより。